どうも、れいです。12月の17日、木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか昨夜、長野県内はね、北新地域から山沿いにかけて大変な雪が降りました。おかげでね、私も帰ってくる時間がかなり遅くなりまして、これをね、収録してる時間がお昼少し前なんです。今日ね、アップする時間が多分ね、12時半とか1時くらいになってしまうと思いますね。 そして動画自体もね、まあいつもそうなんですけれども、今日は特にね、簡易的なものになってしまうことをご了承ください。それでは今日最新お伝えする話題ですけれども、諏訪大社で正月の縁起物の準備という記事です。下諏訪町にある諏訪大社下社秋宮では、4人の巫女たちが浜屋や熊で、それに来年の江戸の牛が描かれた絵馬など、正月の参拝客に授ける16種類の縁起物を準備しています。 巫子立は新しい浜屋に絵馬や鈴などを結びつけたり、熊手に傷がないかどうかを確認したりして、一つ一つ丁寧に準備を進めていました。諏訪湖の周りに4つの矢代がある諏訪大社では、大晦日から今年の三月日に、上社と下社を合わせておよそ28万人が参拝していて、縁起物を授ける場所は例年多くの人で混雑します。 諏訪大社では新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、3月日や3連休を避けて分散して参拝するよう呼びかけていて、例年より早く今月20日から旧正月の来年2月の12日まで、例年よりも長い期間にわたって正月の縁に物を授けることにしています。諏訪大社は今年は不安の多い年でしたが、早くコロナが収まり、 安心して生活できる日々が戻るよう願っていますと話していますということです。この諏訪大社以外にも2年前や初詣で多くの人が集まる神社や仏閣では同じように分散でね参拝するように呼びかけているところが多いです。この新型コロナウイルス騒ぎがね収まるまでの間、この参拝方法というものを少し見直していかなければいけないと感じております。 それでは12月の17日、今日は何の日をお送りいたします。飛行機の日。1903年のこの日、アメリカ、ノースカロライナ州において、ライト兄弟がライトフライヤー号で動力飛行の初飛行に成功しました。ライト兄弟はアメリカ出身の発明家で、兄のウィルバー・ライトと弟のビル・ライトである。詳しくはライト兄弟の三男と四男で、他に三人の兄弟がいたということです。 初飛行に成功した場所は、現在の同州、キティホークの南にある海に面した、キルディビルヒルズという町であります。この日には合計4回の飛行が試みられ、1回目の飛行時間は12秒で、距離は36.5メートル。4回目の飛行時間は59秒で、飛行距離は約259.6メートルという結果でありました。 この上の画像なんですけれども、その時の写真で操縦者は弟のオービルです。横にいるのは兄のウェルバーで、離陸滑走の間、地面に触れないように支えていた翼端を離しています。この飛行を見ていた観客はわずか5人であったそうです。ライト兄弟は自転車をしながら研究を続けていた結果、世界初の有人動力飛行を成功させました。 飛行記録化すると弟のビルの方が操縦に長けていたようであります。この初飛行を記念してキルデビルヒルズには国立のライト兄弟メモリアルが建設されており、これに隣接してファーストフライト空港が一般航空用に施設置されています。2003年には動力飛行100周年を迎え、それでは次です。明治ブルガリアヨーグルトの日。こちらはね、 株式会社明治が制定ということで、明治ブルガリアヨーグルトはヨーグルトの本場であるブルガリアから認められたヨーグルトとして1973年のこの日に発売されました。ブルガリア政府との長い交渉の結果として国名を商品名に使用することができているようになりました。ヨーグルトの政党として長年多くの人々に愛され続けてきた明治ブルガリアヨーグルトの魅力を伝えることが目的ということでね。 この明治ブルガリアヨーグルトに関してね、あの砂糖がなくなったっていうことで、一度ね、動画を作ったことがあるんですけれども、サイズもね、昔に比べて小さくなったってこともお伝えしました。しかしね、このブルガリアヨーグルトですね、久々にね、食べた時に、あ、あまり酸っぱくなくなったなーっていうふうに思ったんです。非常に食べやすくなったなーっていうふうに私は感じました。ちなみに2012年12月17日には、 誕生40周年目を迎え、明治ブルガリアヨーグルトレシピブックも発売されているということですね。まあヨーグルトって結構いろんなね、お料理に隠し味として入れると美味しいですからね。そしてこの明治ブルガリアヨーグルトの始まりっていうのが、1970年に開催された大阪万博に遡るそうです。万博のブルガリア館で本場、 ブルガリアヨーグルトが展示されたのを当時の明治乳業幹部が試食しまして、感銘を受けたのがきっかけに開発が始まったそうです。本場の味を再現するために何度もヨーロッパへ足を運び、持ち帰ったサンプルを研究し、試作を重ねた翌年の1971年に、日本最初のプレーンヨーグルトとして、明治プレーンヨーグルトが発売されたそうです。 このプレーンヨーグルト、私はね、よくね、ジャムなどをね、入れてね、食べることが多いんですけれども、あとね、たまにね、フルーツなんかがあれば、フルーツを入れて食べるんですが、その中でもね、キュウイがね、一番美味しいかな、なんていうふうに私は思いましたね。皆さんもね、このヨーグルト、それぞれの食べ方っていうのね、ありますかね。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。